はい、皆さんこんばんは。キムリンオーディオです。今日もなんとなく、ワークスくんを走らせながらまたなんかおしゃべりしてみたいと思います。今ですね、雪がまた降りまして、今回は20センチほど雪が降りまして、今路面がこのような、アイスバーン状態であります。でまた結構路面ガタガタしてるんで、ちょっと映像がちょっと揺れますけども、すいません。この前の動画はね、雪が溶けてアスファルトが出た路面だったんですけども、まあそれと同じルート、今回は雪が降ってアイスバーンになった状態を行って、またこの前と同じルート走ってみましょうか。あ、これ今橋の下りなんですけど、結構滑るんで、変にブレーキを踏むとつるーんと行くんでですね、もうただアクセルをオフにした状態ですね。で今やっと平らな路面になったので、ここでちょっと軽くブレーキと、基本ABS 効かせないようなブレーキングっていうのが、冬道ではいいのかなとか思ってるんですけど、ABS を効かせるったらやっぱりちょっと急ブレーキというか、あっって言った時にはやっぱり ABS 効いちゃいますけど、そうでもない時にはね、なるべく ABS 作動させないようなブレーキング心がけると、意外と安定してっていうのも変ですけど、ABS に託してもいいんですけども、なるべく ABS に頼らずに止まろうかなって僕は思ってます。そうですね、僕前回支笏湖氷濤祭りっていうのを僕撮影しに行ったんですよ。で撮影とあとこれを動画で上げたいんですけど、よろしいでしょうかっていうことで、いいですよ、どうぞどうぞっていう形で、ありがとうございますで、動画を撮ってですね、上げたところ、実はその支笏湖氷濤祭りの中でかかっていた BGM ですね、それがなんか僕引っかかっちゃったみたいでブロックされちゃいました。いやー、 BGM ただ会場で流れてた曲も引っかかるんですね。いやー、これ僕ちょっと迂闊だったな。やれやれです。すごい綺麗に、綺麗にっていうか、実際にもしうまく動画配信になってたらですね、配信されてたら、なんだこんな撮り方かよって言われそうなんですけども、僕なりには結構綺麗に撮れたかなとか思ったんですが、ちょっと会場でかかってた BGM でまさかと思って、まさかっていうか、自分も本当にっていう形でちょっとショックなことになってしまいました。今のところ何もないからですね、もうそのままになるんですけど、動画も削除したいんですが、そこも全部ロックかかっちゃって、どうしたらいいんでしょうね。やれやれです。皆さんも気をつけてくださいね。僕も大きなイベントとかなんかそういったところに行った時に、ちょっと動画撮らせてもらって、これをちょっとアップしたいんですけどいいでしょうかって聞いて、いや、ここで撮影等一切禁止なんですって言われれば、そうですかって
あの諦めるんですけど、今回ああどうぞどうぞって撮ったらなんていうことはない、その会場でかかってた BGM が引っかかっちゃいました難しいですね YouTube ってね。あ、今走ってる道っていうのがまた話変わりますね。今走ってる道がこの前あの僕が喋りながら走った道と同じ道です。まあ、こんなもうなんていうんですかね、こんな路面ですね。前はあの駆動系の話ですよね。 FR だったり FF だったり 4WD だったり、あとちょっとクラッチの話も出ちゃったんですけど、今日何しましょうか車いじり、そうですね、ローマルタービンのついてるアクチュエーターのにロッドの調整がついてたんで、それを思いっきり締め上げたらブースト上がるのかなとか、あと VVC なんていう部品がパーツがあって、こんなにするのって言って結局買わなかったんですけど、あの金魚あの水槽で飼う金魚ね、金魚のあのエアポンプあるじゃないですか。でそこにあの空気の流れをこう変える、まああれなんていうのかな、切り替えバルブみたいな、俗に言うあの昔の人だったらわかるけど金魚鉢VVC なんて言ってたあのものを僕あのペット屋さんというか 金魚鉢金魚を扱ってるお店のところに行って手に入れてですね、でそのバルポックをほんの少しずつこう開きながらブーストの上がりを見たりとかですね、結局それって全然使い物にならなかったんですけど、まあそのうちまあ中古の VVC とかですね、まだ当時はその電子制御とかですね、せいぜい出て、ああ何で出たかな、なんか変なアダプターとかそういうのがいっぱい出たんですけど、結局よくいまいちな感じで、ターボのコントロールは結構自己流でやって一回エンジンボロさせました。エンジンボロしてただ単にこうエンジンがスカスカってなるのかなと思ったら結構派手にぶっ壊れましてですね、道路上に冷却水とオイルぶちまけましたあとタイミングベルト、今はあの、サイレントチェーンでカムシャフトを駆動してるんですけど、ちょっと前まではねタイミングベルト、あの ゴム系ですよね。確か10万キロで交換してくださいっていうやつですよね。あれ僕あの整備やってたんでタイミングベルトはよく交換したんですけど、もうあの距離を見たらわ10万超えてる、これもしかしてタイミングベルト交換しなきゃいけないやつかな。でまあ、結局、まあ、交換することになるんですけど、タイミングベルト今までねあの何台も交換してきたんですけど、10万キロ走っててもそんなにあこれやばいねっていうようなベルトはちょっと見当たらなかったですね。自分タイミングベルト何十台交換したんだろう。あのささくれ立ちっていうのもなかったですし、ただあのテンションプーリーですか、それをこう手で回したらガラ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 っていう音は
するあのプーリーはありましたね。まあ基本タイミングベルトとテンショナープーリーはセットで交換するんですけど、でもそこで僕はですね、4万8000キロぐらいでタイミングベルトぶち切っちゃいました。もうぶん回しましたね。ただあのありがたいことにピストンと給排気バルブがまあ当たらなかったっていうか、あのまあもともとバルブとピストンのトップのクリアランスがあるので、まあバルブとピストンがヒットすることはなくて、あの大事には至らなかったんで、ただタイミングベルト交換したら、まあ何事もなく、回復したとかですね。あれ4万キロで切れるって、まあ実はあの兆候があったんですよ。あのバルブクリアランス、吸気排気のバルブクリアランスですね。昔はあのシックネスゲージでエンジンが冷えてる時に 0.4 とかですね、 0.4 ミリですか、そういったこうクリアランスをこう出すんですけど、そのクリアランスがだんだん広くなってくると、ちょっとこうタペットノイズじゃないですけど、あのカチ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 ャって結構騒がしい、ヘッドから騒がしい音するんですよね。それに似たような音がするので、あら、もうそろそろまだ4万ちょっとの車なんだけど、もうタペットクリアランス、まあ、バルブクリアランスですよね。それやっぱ乗り方が激しかったんでしょうか。これまた調整せんといかんのかななんて思ってた矢先に、ベルトがぶち切れました。でベルトを見たらですね、どうやらちょっと端っこの方からささくれ立ってて、それがあのタイミングベルトのこうプラスチックのカバーなんですけど、それを内側からこう叩いてたと。それがあのバルブクリアランスが大きくなっちゃったのかな、タペットノイズなのかなって自分勘違いしたんですね。ただ実は、タイミングベルトの一部がちょっとささくれ立ってて、それがあのプラスチック製のタイミングベルトカバーの内側に当たってた音と。まあそんな感じですね。またちょっとタイミングベルトの話になるんですけども、一度ねランサーエボリューション、あれランサーエボリューション4だったかな、タイミングベルト交換したらエンジンかかんなくなっちゃったっていうことで、僕そこ応援に行ったんですよ。たら僕初めてちょっとランサーエボリューションのエンジンがあれ 4G63 だったかな、いやちょっともうあんまり僕エンジンの形式ってあんまりもう気にもしないタイプなんで、ちょっと間違ったらすいません。ランサーエボリューション4って4G63、 その次のエンジンだったかな。まあとりあえずタイミングベルト交換したらエンジンかかんなくなっちゃったということで、まあそこにちょっと僕あのまあ手助けに行ったんですけど、その時にあの昔あの三菱ってサイレントシャフトでというのがついてて、タイミングベルト2本使うんですよね。まさかランサーエボリューションのエンジンにサイレントシャフトなんて使ってねえだろうと思ったら、ちゃんとサイレントシャフトが入っててタイミングベルト2本使うんですね。メインのタイミングベルトとサイレントシャフトを駆動するためのベルトと、でその2本を、まあ、交換したらしいんですけど、クランクプーリーについてるなんかこうプレートのようなものがちょっと曲がってるのを僕見つけて、あれなんでここプレート曲がってるのって言ったら、確かねなんかタイミングベルト外すときに取れなくて、でそれをなんか曲げて取っちゃった、でまたそのプレートを元に戻した
そこで僕一瞬、うお、これってもしかしてクランクアップセンサー、これってクランクアップセンサーぶち壊してねえかなと思ってですね、見たら案の定クランクアップセンサー、はい、その羽のようなものがですね、こう、まあ、クランクアップセンサーで、まあ、回転しているところをまあ見ると、それで点火時期とかそういったものをこう読んでるんですけども、その曲げたプレートをまた元に戻したのはいいんですが、もう一回曲がり癖がついちゃってるもんですから、もうクランクアップセンサーに当たっちゃってですね、でセンサーもダメになってて、でそれでもう残念、まずクランクプーリーについてる、まああれは回転するプレートと、クランクアップセンサー、これ部品いるねってなって、まあそこでもう僕はもうじゃあねさよならってしちゃったんですけど、まあ最初はタイミングベルトもこうただ普通に変えるっていうだけだとダメで、ちゃんと圧縮上支点とまあ、カムシャフトの、まあ、1番の給排気バルブ、これが閉じてないとダメなんですけど、まあ、そこは見たらちゃんと合ってたんで、あ、じゃあタイミングが狂ってないね、たら、まあ、違う案件でその風になってしまってました。あ、タイミングベルトの話で結構こう話が一人で個人的になんか盛り上がっちゃいましたけど、まあついでにタイミングベルト、まあカムシャフト、まあ給排気バルブって出てきたので、しかもバルブクリアランスまで出てきちゃったので、今の車ってバルブクリアランスがゼロ、まあ中にはシムタイプとか、まあ未だにロッカーアームでシックネスゲージ入れて調整するものもあるんですけど、今油圧式の、まあ、ラッシュアジャスターっていうんですか、油圧でね、バルブクリアランスゼロにする、まあ、機能があるんですけども、これもまたちょっとくせ者で、オイル管理が悪い車はガチャガチャ言います。もう分解して洗浄して中のスラッジ取ってきれいにしないとダメですね。それかもう交換です。まあ、ヘッドを、まあ、カムカバー外してヘッド下ろして、でノイズの原因を、まあ、調べたら、ラッシュアジャスター死んでる、まあ、そういう経験もありますね。お、じゃあちょっとまた例のあんまり大したことのないワインディング行ってみますか。ここは民家ありますからね。ここは大丈夫です。おお、すげえすげえ。ここは民家あるんで、僕やらかしても遭難しません。でもあんまり。スピードはここやっぱ出せないです。結構ね、直線でもね、変な轍ができてるんで、まっすぐ走らないんですよ。おっと、あれ、これワークス君ってどっちかといえば 4WD はアンダーステアなのかな。結構ステアリング切り角高くいる。
交番があると教えてくれました。確か前回もあのこの辺で僕動画終わったんで、今日もここで動画終わりたい。あ、信号が赤だ。あ、20分いっちゃった。ということで、あ、前から除雪車だ。はい、ということで今日もこのような拙い動画になってしまいました。じゃあちょっとスマホを切りますんで、ちょっと一回止まって、止まってお別れしたいと思います。それではまた。